カーネージハートポータブルはカルネージハートの続編で2006年8月3日に元気から発売されたプレイステーションポータブル専用の試行設計型ロボット対戦シミュレーションゲームである CHP またはカルポと略される2010年10月28日には CHP 続編でかつシリーズ最新作となるカーネージハート X が発売されたオケ、OK、と呼ばれる ロボットのハードウェアおよびソフトウェアを設計し、他者が設計したオケと戦闘させる 3D シミュレーションゲームである。本作を含むカルネージハートシリーズの魅力は、オケの動作をプログラミングできることであり、一旦戦闘に入ったらプレイヤーの操作は全く必要ない。プレイヤーは純粋に自分の思考的模索をコンピュータや他プレイヤーと競わせることができる。 PSP には同様のゲームとして先行して発売されたアーマードコアフォーミュラフロントがあるが、アフではロボットの戦闘 AI のパラメータを設定して挙動をわずかに変えることができるだけなのに対し、本作ではプログラムによる完全な制御が可能である。プレイヤーの自由度が高く、プレイヤーが立案した戦略や戦術を実現することができる反面、意図通りに動くようになるまでには、 ある程度の習熟を要する。大会運営などのネットワーク上でのコミュニティ活動も盛んに行われている。ゲームは基本的にオケの設定と戦闘の繰り返しになるが、いくつかのゲームモードが用意されている。オケは全長10メートル前後の無人戦闘ロボットであり、二脚型、ターシ型、ホバー型、車両型、飛行型と、それぞれ特徴のある5つのタイプに分類されている。 プレイヤーは以下の項目から機種をベースとして自由に選んで、好みのハードウェアを設計することができる。オケは機種と武装等によって常に得意な相手、不得意な相手があるため、絶対的に強いハードウェアの組み合わせというものは存在しない。その時に流行したハード、戦術によって相対的に強さが変化することが典型である。とはいえ、いくらか、または、 明確に自力の差がある機種もある。以下に各タイプの概要を挙げる。各、タイプごとに様々な機種があり、必ずしも一般論に当てはまらない得意なものもある。個々のオケについてはオケの節を参照のこと。ソフトウェアの設計ではオケの挙動をコントロールするプログラムを書く。プログラミングといっても二次元のマス目の上に、 命令ジップを並べるビジュアルなもので直感的であり、プログラミングに馴染みのないプレイヤーにも取り掛かりやすいものになっている。カルネージハートポータブルの簡単なプログラムの概念ズーズは極めて簡単な、しかし実際に戦闘を行えるオケのプログラムを簡便に表記した例である。これだけでも敵の探索、敵への接近、敵への格闘攻撃と人揃いの機能を備える。 命令チップは、前進、射撃、ジャンプなどの動作チップや、策的、条件判断、変数代入、演算、量気との通信など、様々なものが用意されている。プログラムは、スタート地点にあるチップから始まり、チップから、上下左右斜めの方向に、矢印で繋がった隣のチップへと、どんどん実行が移っていく形でプログラムは、実行される。 条件判断チップはイエス矢印とノー矢印の二つの矢印を持っているため処理の分岐が発生する。壁、またはチップの置いていない場所へ流れる矢印はスタート地点に戻ることを意味する。最高性能の CPU を使用した場合、二つまでのサブルーチンの使用も可能になる。基本的に設計した3機までのオ、OK、ケを自由に選んでチームを編成し、 同様の敵チームと3対3の戦闘を行う。敵を前期破壊するまたは、時間切れ時に残り、耐久力パーセントの多いチームの勝利となる。戦闘条件は、戦闘時間、フィールドの広さ、場外判定、フィールド、レギュレーションなど、様々に設定することが可能である。戦闘の経過は、メモリースティック上にリプレイファイルとして記録することが、でき、 そのファイルを配布すれば CHP のソフトを持つ誰でも再生することができる。またソフトを持たない人でも楽しむことができるように試合のムービーを動画投稿サイトに投稿する試みも行われている。ここではゲーム中に登場する OKE、OK、とその特徴を説明する。本ゲームの最大の醍醐味は他プレイヤーとの対戦である。 インターネット上のサーバーから PC を経由して、他のプレイヤーのチームをダウンロードして、手元で対戦することができるため、事実上無限のゲームバリエーションを楽しむことができる。自分の実力に見合った相手を見つけ出すことも容易であるし、そのライバルたちと競い合うことで、自分の実力がステップアップことを実感することもできる。チームデータは汎用のファイル形式のため、 メールや無料アップロードなど、どのような携帯でもやり取りできるが、最もよく用いられるのは、元気が無料で提供している公式サーバージュピターである。ファンによって、非公式の大会が頻繁に開かれており、プレイヤーは自分の好みに合うものに好きに参加して、腕を競うことができる。大会は、実力を競う、無制限大会や、お祭り気分でバラエティを楽しむ奇妙なレギュレーションを、化した。 制限大会など様々な企画で開催されている。また、高位ランカーお断りの大会や、初心者専用大会なども運営されている。また、ファンの手によって、レーティングシステムも運営されており、自分のスキルを知り、自分のレベルに合わせた対戦相手や、自分の好みの対戦相手を見つける環境が用意、されている。カルネージハートエクサは、2010年10月28日に、 発売されたカルネージハートシリーズ第6作目、シリーズ15周年記念作品でもある。カルネージハートポータブルの流れを組んだ作品で、ポータブルを土台に機体設定面で微調整を加え、新型オケや操縦型オケ、動画リプレイの出力機能、通信対戦新型プログラムチップなどが追加されている。ポータブルと同じくチュートリアルが丁寧に徹底されているほか、 プログラムの模範回答も用意されているため、初めてプレイする人にもじっくり理解を促すことができる。また、既存のプログラムチップにも機能設定が追加されたものがいくつか存在し、特にプログラムチップのカウンタ関係の分岐判断が強化され、ビット演算が可能になり、プログラム設計面もより深く構築できるようになっている。チュートリアルを兼ねたシナリオモードのストーリーでは、 シリーズで初めて地球を舞台にした内容となっている。体験版でもレクチャー部分を製品版と同等の体感ができるようになっている。ゲームシリーズ作品群では、セロ震災例の B 指定に区分された。特に肝となるのが、自分で操作する操縦型オケの機能が追加されたことである。従来のシリーズでは、オケは組まれたプログラムで全自動で動くものであったものに対し、 操縦型オケは、プレイヤーの遠隔操作によって動かすものである。以前でも裏技、または特定機種で特定操作に限定したもので操縦は可能であったが、こちらはより自律型に沿った応用的なものとなっている。操縦型オケは、自律型オケと同様にプログラムチップで組み込まれた、プログラムの処理によって動作するようになっており、基本的に動作内容を自分でプログラムするのは、 従来のオケ設計と同じである。異なる点を挙げれば動作分岐を周りの状況に合わせて自動で分岐判断していたところを自分のボタン操作を判断のための値にし分岐させるところにある。普通のロボットアクションゲームのような操作に比べて処理する行動を自分で組むことができるところが大きい。操縦型でも動作の一部を自動化することも可能。 自立型オケとはプログラムを組んで動かす根幹が同じなためシリーズを初めてプレイするものにも親和性が良く体感して覚えさせることができる利点もある。チュートリアルを兼ねたシナリオモード内では操縦型で実際に動かして処理を理解しながら段階的に使えるチップを増やし途中で自立型についてのレクチャーを受けて自立型も作れるようになる流れになる。 チーム戦では自立型オケ1.2機に操縦型オケを混ぜた構成にすることも可能。当然組み込める操縦型オケは操作の関係から1期のみ。二人通信対戦のチーム戦でも同様である。ただし通信対戦の6人プレイモードでは各プレイヤーが1つずつオケを選ぶ仕様であるため3期以上の操縦型オケを混ぜてチームプレイ戦を楽しむことができる。 カルネージハートエクサでは、以下に所属している声優が出演している。カーネージハートポータブルカーネージハートエクサ。ありがとうございます。